お金も何もかもひろみちにおんぶに抱っこで。病人は病気治すことだけ考えてればいいの。はい。腕どうしたの？ああ、ちょっとすりむいただけ。いやだ、大丈夫？大丈夫だって。おう、これ名人みたいだな。はい。ほんと。ねえ、うん、私って何にも考えてないおバカに見える？何も考えないんだ。今日言われたの。誰に？誰ってことはないけど。はい。森田の女房のアパートに着きました。ただですね、調べたところ、女房の時計は昨年末から持病をこじらせて入院している模様です。今別の班が病院に向かってます。必ず何か知ってる。粘り強く聞き出すんだ。わかりました。うん、すまんすまん。いいえ、鬼刑事も大変ですね。お前はバカじゃない。え？さっきの話だよ。お前は賢い娘だ。パパだけはそうやって言ってくれると思った。いただきます。でもね、本当はちょっとだけドキッとしたの。確かに私何も考えてないかも。どんなことでもなんとかなると思ってるし。それじゃ困るな。何のために大学行かしてるんだか。ちゃんと授業は出てるんだろうな。出てますよ。今はシェイクスピアのロミオとジュリエットをやってます。うーん、でもあれどうなんだろう。最後はすれ違いで死んじゃうなんて。だいたい、あーロミオ様、ロミオ様、なぜあなたはロミオなのって言われてもね。やっぱ忘れちゃった教科書。うわ、これ全部英語かよ。おう、ロメオ。ロメオ、ロメオ、ロメオ。
この番組はコカ・コーラ、明治製菓、花王、キャノン、スズキ、ドコモグループの提供でお送りします。おはよう。なんでさっき帰っちゃったの？よく言うよ、そっちだけで盛り上がったくせに。あんたのノリが悪いからでしょ。ねえ、ジュリー一番いいのあげたのに。どこがあんな嫌味な俺様男。でも彼の親、霞ヶ関の偉い人よ。医者や弁護士よりよっぽど稼いでる。とにかく、私はそんな出会いはいりません。だよどうしたの？うん、見間違い。これ木平さんのでしょ？あ、はい。うちの大学の名前が入ってたからわざわざ届けてくれたの。今時親切な人がいるもんね。どんな人でしたか？ああ、男性よ、あなたたちぐらいの。あのつなぎとか着てませんでしたか？そういえば来てたような。連絡先とか聞いてます？ええ。